ボードベルジックは、ベルギーの王族。ベルギー王レオポルド2世の弟フランドルク・フィリップと、その妻である、ホーエンツォレルンチグマリン玄高ン女、マリアの間に生まれた長男。全米は、ボードアン・レオポルド・フィリップ・マリーシャルル・アントワーヌ・ジョゼフ、ルイ。1869年の年明け、国王レオポルド2世の一人息子ブラバント公、レオポルドが9歳で亡くなったが、 その半年後に、フランドル博の長男ボードアンが生まれ、ベルギー国民は、王家の次世代の後継者の誕生に歓喜した。ボードアンはゆくゆくは、ベルギー王位を継ぐものと期待され、おじレオポルド2世の末娘クレマンティーヌとの子に役も、進められていた。しかしボードアンは1891年に風邪を、こじらせ、おそらくインフルエンザに罹患して休止した。 ボードゥアンの死は1889年のオーストリア皇太子、ルドルフの謎の死と同様、何らかの陰謀に巻き込まれたものだという噂が飛び交った。ボードゥアンの死後、彼が埋葬されるまで議会は休会となり、劇場や公共施設は閉鎖された。ボードゥアン王子の遺外は、ラーケンのノートルダムドラーケン教会に安置された。1909年、弟のアルベールが、 レオポルド2世の後を継いで、ベルギーをアルベール1世となった。ありがとうございます。